2022年度おすすめクーラーボックス。今回はキャンプやバーベキュー、釣りで必須アイテム、ファミリーでも使えるサイズのクーラーボックスをご紹介。どれくらいのサイズがいいんだろう。何時間くらい冷たさをキープしてくれるのかな。いろんな種類があって迷っちゃうんですよね。なので選び方の基準を簡単にまとめてみました。よかったら参考にしてみてください。まずは一番迷いがちなサイズです。見た目より中は二回りくらい小さいので注意が必要です。だいたい15リットルサイズで500ミリリットルのペットボトルが10本くらい。ソロキャンプやデイキャンプ、ちょっとしたレジャーだと15リットルサイズくらいでも大丈夫かなって思います。35リットルサイズで2リットルのペットボトルや食べ物も結構入る感じです。家族や友達とバーベキューするならビールとかお肉とかそれなりの量が必要になるので35リットル以上のサイズが欲しいところです。途中で「ああビールがなくなっちゃった」ってことがないようにちょっと大きめのサイズを選ぶのがいいんじゃないでしょうか。そして次に気になるのが保冷力。いざビールで乾杯って時に「氷が溶けてた」なんて悲しいですもんね。使われている断熱材は大きく分けて発泡スチロールと発泡ウレタンがあります。発泡スチロールは他の素材に比べ保冷力は少し劣りますが軽くて持ち運びやすいです。発泡ウレタンは建築などにも使われる高密度のウレタンを使用しており、発泡スチロールよりは保冷力が高いです。コスパや持ち運びやすさなら発泡スチロール、泊まりがけのキャンプなどに行くのなら発泡ウレタン素材が無難です。他にも保冷力が高い真空断熱素材などもありますがちょっとお高くなっちゃうので今回はパスです。あとはクーラーボックスそのものの素材ですよね。カバンのようなソフトクーラーは軽くて折りたたみができて便利です。ただ保冷力はそれほど高くありません。一般的にクーラーボックスといえばこのハードクーラータイプを想像する人が多いと思います。サイズや種類も多く保冷力もあるので初心者さんはハードクーラーを選んでみてはいかがでしょうか。スチール製やステンレス製は他の素材に比べると重く値段も高価になりがちですが保冷力や耐久性、デザイン性に優れています。使用頻度が高い人やベテランキャンパーさんには好まれています。さてお待たせしました。いよいよ本題。僕がおすすめのクーラーボックスをいくつかご紹介します。コスパ重視で内容量も大きめのサイズを選んだので役立ってくれると嬉しいです。まずはキャンプブランドで有名なコールマン。このエクストリームシリーズは26リットルから95リットルまで種類があるので自分に合ったサイズが見つかると思います。蓋がカップホルダーになっていてちょっとしたテーブル代わりになるのは便利です。耐久性もしっかりしていて大人がちょっと座っても大丈夫です。断熱材には発泡ウレタンが使われていて保冷力も良さそうです。僕のおすすめは大きすぎず小さすぎずの49リットルサイズ。クーラーとしての性能も高くたくさん入るのでおすすめです。コールマンのクーラーボックスは他にもいろんな種類があるのでエクストリームシリーズ以外もチェックしてみてください。次もキャンプブランドとして有名なキャプテンスタックです。このホイールクーラーシリーズは3サイズ28、48、60リットルと使い勝手が良さそうなサイズばかり。さすがはキャプテンスタック、よく分かってらっしゃいますね。中身をぎっちり詰めちゃうとどうしても重くなっちゃうので持ち運びに便利なハンドルとタイヤがついているのが嬉しいですね。断熱材には発泡スチロールが使われています。
水抜き栓もついているので便利で助かります。おすすめは使い勝手が良さそうな48リットルサイズです。持ち運びが便利でたくさん入るのでキャンプやバーベキューの時に活躍してくれます。全米でナンバーワンのシェアを誇るイグルーのクーラーボックスです。カップホルダーにタイヤやハンドル付きというバッチリな性能。素材も発泡ウレタン仕様で保冷力も良き。さすが一番売れているというのも納得ですね。このシリーズは4サイズありますが、ハンドルとタイヤが付いているのは58リットルと85リットルの2サイズだけです。なので僕のおすすめは58リットルサイズです。このサイズとこの性能で1万円以内で買えるのは驚きです。次は2012年にスタートした日本企画のアウトドアブランドテントファクトリーのメタルクーラースチールボックス。おすすめは29リットルサイズです。スチール製で少し重たいですが保冷力が高いのが魅力です。重いと言っても29リットルだと持ち運びには困らないサイズなので、普段から車に積んでおいて冷凍食品やアイスを買った時に持ち帰りなどに使っている人も、もう少し大きい方がいいって人は51リットルの L サイズもあるのでチェックしてみてください。いやー、やっぱりメタルクーラーは見た目がかっこいいですよね。おしゃれでかっこいいアイテムを使っているとそれだけでテンション上がりますよね。次はカナダのブランドタイタンのディープフリーズソフトクーラーです。バッグは折りたたむことができカートは取り外しができるのでキャンプの帰りや使っていない時にはコンパクトに収納できて便利です。クーラーだけ使うカートだけ使うっていう利用法もできます。ソフトクーラーって氷や水を入れても大丈夫なの？って不安があるかもしれませんが、もちろん素材の表地も裏地も抗菌防水仕様です。ただハードクーラーよりは保冷力が劣るので天井やサイドのポケットに保冷剤をしっかり入れておくのがベターです。やっぱりキャンプ道具って何かとかさばるのでコンパクトに収納できるのは高ポイントです。こちらもキャンプブランドとして多くの商品を販売しているロゴス。氷点下クーラーという名前のインパクト、条件次第ではハードクーラーにも負けないくらいの性能を発揮します。そして注目したいのが軽さです。40リットルサイズで2キロ以下、同じくらいの容量のハードクーラーボックスだと4キロくらいありますので、この軽さは魅力的です。いろいろ詰め込むと中身と本体の重さでどうしても重くなりがちなので、クーラーボックス自体が軽いというのは大きなポイントです。こちらもコンパクトに折りたたみできるので収納に困らず、また軽いのでツーリングやハイキングなどにもぴったりなアイテムです。最後に可愛いデザインが多く女性からも人気のキャンプブランド DOD ソフトクラゾーという面白い名前のアイテムのご紹介です。ちなみにクララちゃん、クラヒコさん、クラコさんにクラオさんもいます。DOD が展開するアイテムはキャンパー目線のアイテムが多く、このソフトクーラーもよく考えられています。中を仕切ることのできる仕切りが2枚付属されていて中身の小分けが簡単です。またクーラーとして使わないときはキャンプギアの収納、運搬バッグとしても利用できます。ただソフトクーラーですが折りたたみができない点は注意が必要です。しかしクーラーキャンプギアとしての性能は高く容量もたくさん入るのでおすすめさせてもらいました。僕のおすすめするクーラーボックスを7つご紹介しました。少しでも参考になると嬉しいです。それでは皆様いい夏をお過ごしください。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。